名古屋発プログレッシブピアノポップバンドクワイフです。クワイフです。クワイフです。イエスイエスわあ、我々クワイフの12月7日にリリースの、スノートラベラーの今日はミュージックビデオの解説をしていきたいと思います。イエイイエイ。じゃあ押したい？押したい。再生ボタン押したい。いきます。せーの、ポチー。今回のあの MV は演奏シーンがまずね、一切ないっていうところがね、初めてじゃないですか。なんかバンドの MV ってまあなんかドラマ仕立てみたいなやつもあったりするけど、やっぱり演奏シーンが多いと思うんですけど、今回も演奏シーンやめてみようって言って ね、うん、完全に初めて、ね、しかもひたすら歩く、歩くシーンだけ、ひたすら歩いてたんですけど、さまざまな角度からね、はい、これどこ歩いてんだろうって見てる人は思ってるかもしれないですけど、あれですね、ウォーキングマシーンで、ね、ただただその場を歩き続けるウォーキングマシーン乗ったことあった？ウォーキングマシーン、なんかジムとかではね、それはランニングマシン的な ね、あるけど、ね、ただ歩くだけってなかなかないね。で、あのこのグラフィックが監督のめちゃくちゃいいよね。すごい感もあって。で、この出来上がり見てみると私森さんなんかいい感じに歩いてるじゃないですか。だけどなかなか苦戦しましたよね。苦戦したよね。僕ですね、地元は愛知県なんですけど。はい、まあ、完全に愛知県のヤンキー。いや、愛知県のヤンキーの歩き方だった。1回目撮った時にあのすごい素敵に私はクールに歩いてるつもりだったんですけど、プレイバックで見てみたら、うん、完全にこう風切って肩で、まあ、肩で今から喧嘩行くぜって感じになっちゃった。負けねえぜだで、この内田の歩き方はちょっと戦闘帰りのえいい戦闘が多分あれだよ、服が7枚選んで服でした服が、うん、タオルっぽくやってたからね。それかそうそうそう、まあ、ゆきひろがちょっと今もう過ぎちゃったけど、ゆきひろに戻してみる。ちょっと何何やめてよ。あ、何回か押すと早くなるでしょ。あ、出た。あ、何何うん、この内田の躍動感あふれるところからの地蔵ひたすら幸宏たびたび、まあ基本的に私が多いじゃないですか、うん、だけど幸宏たびたび出てくるもう全部超真面目だからねもうひたすらもアドリブないと。いや、それが彼女を引き立たせるんですよね。なんなの多分もうみんな何回もね、いろんな角度から歩いてひたすらあの口ずさんでね撮ったんだけど、雪広多分ずっと一緒だね、顔ずっと同じ、ずっと歩いてずっと同じ顔撮影して、多分普段街中で見かけてもずっとあの顔で歩いてる雪広さんってなると思うよ。あ、この顔だ。ちょっと笑わないから、笑ってるよ。めっちゃ笑ってる。笑ってしかないから。普段こう真面目に出た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 無いや主要素いや、でこのグラフィックめちゃくちゃいいよね。なんかこれかどんどん展開していくのが、ほんとただ歩いとるだけなのにすげえこう飽きさせないっていう、そう加工技術、うん、ここからいいね、また、うん、この速くなって角度も変わってきて、ドゥン合わせてくるもんね。ねえ、いいよね。もういいわ。みんな合わせてくるかなと思ったんだよ。このラッサビ、前の、ね、この辺めっちゃいいよね。ここ、ちょっと待って、多分ここあの、もう一回見よう、もう一回見よう、今のバババババ、めっちゃいいよね。あの一小節の間にさ、うん、バババババそこめっちゃ、あとね、1ポイントね、ある出た、地上どこだっけ。あ、これここじゃない。この次
違う、あれ違う。あ、この後だよ、この辺、この後かも。あ、あ、違うかも。ただ自分の写りがこう気に入ってるってだけかも。まあでも本当もう一個裏話言うとあれだね、あの最後なんかちょっと使えるかもってことでなんか何個かカット取っとこうよみたいな時は、うん、スノートラベラー流すんじゃなくてキンキキッズさんのガラスの少年を歌いながらこうやって、そういう駆動感あるから、ね、使ったのかな、結局使ってないかも、使ってない、使ってないよね。しかもあとは砂時計も取ったよね。あ、持ってた、あのボツカットも ねありつつの、うん、まあ森さんヤンキーっぽく最初歩いてたんだろうなみたいなところを思いながら見ていただけるとより面白いんじゃないかなと思います、うん、はい、このスノートラベラーが入ってるファースト EP なんですが3曲入りで、他にもユニバースとグッドモーニングっていう全然あの色が違う3曲が揃った CD になっているので、ぜひ皆さんチェックしてください。よろしくお願いします。します。以上クワイフでした。